14日が日曜日だったからな。お返しも何もお前がもらったのはギリチョコだろ。偶然通りかかった市川が関根に伝える。絹代を知らないんだね、あんなは。えやそうなん、うん、じゃあもういい、先に帰るわ。うまっ、せっかくクッキー作ってあげたんだから。いやだから全員に渡したんだって。しまった、そのクッキーは僕からじゃないって言ってなかった。これからもスキピでいてピッチュッチュッチュッこのメンバーが揃うこともない。クラス離れられて先生するよ。こんな奴らとは一緒のクラスにしないでください。教室という狭い世界。バスケ禁止だろ。内緒だよ。勝った方の言うことを何でも聞く方。あ、僕のご市川が付き合ってくれたからだよ。今日って呼んでいい？俺はルシファー濁り川、お前の本能リビドーさ。パーティーだね。パーティーとかいつもそんなのしないだろう。アンナちゃんのことなんてみじんも話してないのに。いつも一人で帰ってるのか。うん、あんまり遅い日は迎えに来てもらうけど。それとも先に帰ったから僕が嫌がってると思って、もしかしてつけられてる。死んでも守るだけだ、ヤマタを。話しかけてよいもんかと。ん、今日なんで言わないの。盛大に行くぜ。カナちゃん。そう、じゃあ切るね。今日お誕生日。台無しになっちゃうし。どうして？いいパパとママなのに。まああんまり参考にならんな。なぜだろう、ドキドキするのに安心する。